ルアです。ミユです。ケイジです。はい、まあ、なんでこんな格好をしてるかと言いますと、うん、僕たち実は今も寿司屋でバイトしてるんですよ。で、今回それが終わってちょうどバンバンズで撮影するっていうことでね。うん、ルナどこら辺で働いてんの？静岡の横の、うんミユは？うち赤坂らへんだね。めちゃくちゃおしゃれだね。一緒、一世だから。まあ僕たちね、90万人、100万人って言った時とかに、うん、寿司を食べながらやってること多いんですよ。ガチ多いわ。まあ今回はちょっと初心に戻って、はい、ある企画をしたいと思います。ということで今回の企画はバカでかい寿司を3人で作ってシンプルに食べてみた。イエーイ。シンプル。俺と寿司三昧、9月で休みもあったから、最近の君らどうなんと、まあ、そういうのも聞きつつも、うん、今回は寿司をね食べていきたいと思います。はいはい。ということでやっていきましょう。寿司。はい、ということで久々に握ろうということで頑張りましょうか。じゃあ握ろう。はい。じゃあ今回はサーモン、ウニ、マグロ、卵、イクラ、おお、です。すごい。担当決めないとね。米、切る、焼くじゃない。卵、お米はやらないでほしい。なんで？汚いから。ミユがやる。汚いぞ。あれ、混ぜるだけなの？ルナやる。でもルナやめた方がいい。鼻かいちゃう癖ある。あー、確かに。じゃあ俺切るわ。卵できないよ俺。確かに。いや、いいけど。卵だけ焼くの。卵だけ焼くの。嫌なのかいいのかどっちだ。卵でもいいよ全然。仕切り直して、ミユちゃん米、はい、ディスくん切る、ルナ卵。はいはい。じゃあ卵焼きか。あんなんだよ。汚いだ。だから米やらせたくないんだわ。そう。ゴム手袋ないの？え、待って。これやめようとして。犬の匂い。こっち洗うわ、こっち。うん。これにしよう。いや、やめよう。どんくらいの巨大感？もっとでかいね。てかなんならこのサイズで。じゃあはい。ちゃうくん、ちゃうって。めっちゃいいマグロやん。やべえ。2個しか残んない。やっちゃったー。なんだこれは。砂糖か。砂糖って入れるの？それしに。これ意外と切るの2つだけや。じゃあ交代して。皮？うん。じゃあ卵混ぜといて。卵入れすぎてるのか。めっちゃ見えた。お！木の味する。キモいよ。ダイソンより吸ってる。お前やり直せ。なんでよ。あいつ木作るスペシャリストや。マジ木？マジで木。マジ木の味するよね。もう味はこれでいいかなって思ってる正直。あ、はいはい。こっから握ればいいですか？はい。卵焼き器買ってください。え、なかったっけ。うちちいちゃんの家かも。ああ、ちいちゃん持って帰っちゃったんだ。うわ、ちょっと本当に無理。なんで？テレフォン使うわ。ママに？女だよ。誰誰？教えてよ。教えてよ。え？何が好きか。女女。僕と同じじゃないか。もしサーモンの切り方を教えてほしいんだけど。皮はげない。うん。尻尾からスーッとやった。あ、包丁で？うん。あ、そういうことか。バイアン誕生日おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。今日じゃないけど。過ぎたけど。ありがとう。それでいいの？トキコもいるよ。ありがとう。そしたらね。はい、バイバイ。はい、バイバイ。はい。お疲れ様です。なぜかルナは俺の前にトキコって呼ばれてます。できた卵焼き。こちらも。上手ね、ギシ君。上手ね、ギシ君。卵焼きできました。ナイスー。へいおまげー。あら、天才だよルナ。いい結婚できそうだね。今から盛り合わせていきたいと思います。はい。しかしね、ネタがね、これサイズ大丈夫かなって思ってきたよ。あ、でもいいいいやいいやいいや。これがフルの長さなの。あ、そうなんだ。粘土みたいに扱わないでください。扱ってな。投げるで。イライラする。手洗っておいで。向けていくもん。うん。すげえ。おお、いいじゃん。でかっ。海苔ってこんな臭いんだ。パリパリだもんね。いいんじゃね、イクラ。問題はこの子たちだね。こんくらいでいいのこれ。マリトッツォじゃん。最近ね、なんかツイッターでバズってるらしい、寿司トッツォ。え、なんでこれがバズるの？おじさんには意味がわからない。いや、ルナも軍艦でいいやん。ということで完成しました。はい。ということで完成しました。イエーイ。
腹すいた。マジで減った。いただきます。いただきます。あ、いける。うん、うん、うまっ。ネギが生ら効いてうまい。私はお寿司行こうかな。結構大食いやってるじゃん、うん、なんで太んないんですかみたいな、うん、来るやん。なんか気をつけてることある？ない。でもルナはあれがやばかったね。油の揚げ物の。ジーパイだ。あ、ジーパイの企画がルナは一番しんどそう。油っこすぎてから。うん。悶絶してたもんねルナ。え、食べたいのある？最初指差しせーのする？オッケー。指差しせーの。おお。卵かウニだった。卵はかぶるなって思った。じゃあマグロいきますわ。はい。え、ちょっと待って。醤油もつけれないの。守るわ。どうやる？いい？ちょいちょいでいいよ。うん、大丈夫、ここ食べる。おいおいおい、うん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 、小さい方がうめえよ、普通に。いただきます。はい、はい、うわ、めっちゃ美味しそう。うわ、美味しそう。うまっ。普通に食べて。じゃあ、ラムいただく。卵一番楽だよ。うん、大丈夫？いただきます。うん、これ、口赤やん。開け。うまっ。めっちゃ美味しそう。食べる？こっち切って。ちょっと食べたい。お箸で食べていい？ここから、うん、切ります。うん、うまそう。めっちゃうまそう。全然許せちゃう。ここ美味しそう。ありがとう。ごめんね、なんか意味わからんとこにしちゃった。お弁当に入ってる卵焼きみたい。お前、いただきます。はい、マジでこれ最強。最近さ、まあ、りっくんのことみんな知らないじゃん。うんうん、説明しとこう。ちーちゃんたちほど出てこないと思うんだよね。いや、そうだね。うん、忙しいからね、あの人。りっくんは、ぼっちゃん。こちらはさ、顔知ってるからだけどさ、うん、みんなどんな想像するんだろうね。ちーちゃんもしまけんまだ出してないじゃん。ちーちゃんのインスタ教えてほしいって来るんだけど、ないよ。でもね、俺しまけんの顔をね、一個見つけれる方法あるんだよね。何？それは言わないですけど。うん、え、ここだけで見て。ん？すごいね、すればれるわ。ちーちゃんも分かりそうなんだけどな。分かる、分かる。そうなんだよね。ちーちゃん分かると思う。意外と食ったね。食べた。口の中さ、だんだん海になってこない？食いすぎると。ウニエグ。ウニ、海？やばい。ミウはガチで24で結婚すんの？うん、したいなって思ってる。何すんのって言われたの、結婚するってなったら、うん、結婚しながら YouTube をやるってのは多分ね、難しいと思ったの。札幌に最終的に帰れたらいいなって思ってるから、マジ分かんなくなったの。 YouTube をやめたいとは思わないよ。女性の一つの夢として結婚っていうものがあるわけじゃん。はいはいはい。どっちもさ、欲張って取るっていうのは絶対に無理でしょ、うん、ってなった時に、普通の生活戻れますかって言われたの、友達に。結婚じゃなくて仕事を選べばよかったって思うかもって思ったら、自分何がしたいんだって思っちゃって。でも大丈夫、女の子はね、大体マルチタレントとして活躍できるから。だしね、でもカフェで働きたい夢があって。だからラテアートうまかった。違う、練習してねば。今からもう夢の練習してたんだろ。もう今から次のこと考えてる。正直さ、バンバンザイっていつまで続くと思う？誰か結婚するまで。だったら2年だよ、俺結婚するから。いや、もう嘘だもん。いや、あなたは遅いよ。だって今から2年は絶対落ち着かない。だって今だって毎日さ、当たり前に会ってるけど。そう、結婚して終わったらもうさ、当たり前のようにおはようがないよ。無理かも。寂しいけど、新たな一歩みたいな大好きなの。もちろん悲しいんだけど、こっちもマジで楽しみみたいな。俺そっちが強い人だから。一旦食べようか。食べます。俺らちょっと語りすぎてる。確かに。もう牛タンにしか見えん、こいつが。うん、マグロの時好きなの何？縁側。あ、縁側はちょっと正直見た目うまそうなんだよね。大人になればなるほどね、うまみがわかる。わかるね。これサーモン誰も手つけてないの、面白い。室内で誰かにあげよう。りっくんや。りっくん、りっくん来るから。食べた。え、すごい。 YouTube やっててさ、うん、賢者タイムになる瞬間って多分あるじゃん。それいつ？頑張ろうとするけど体がマジで追いつかない。あ、はいはい、うんうん、部活乗りを見てると、うん、男たちもあり、いいなって思う。まあ、賢者ではないけどね、別に。ミウはね、休み明けがね、結構ね、あれだからね。今よ。まさに今来てるわ。はい、ということで、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うん、
いや食ったね、うん、いやということでですね、はい、まあ巨大寿司これね正直なところ言うと、うん、めちゃくちゃ食べづらい。やっぱ寿司って一口サイズだから人気なのかもしんない。トマキでいいね、うん、でかいのは。そうだね、うん、だって俺なのか死んじゃってるからね。でもジーパイの時より元気。あ、確かに。よかったよ。今日は大丈夫。オッケーオッケーはい、ということで、うん、まあ皆さんもお米に余裕があったらやってみてください。ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。信号を渡って青いドアを開ければ懐かしい。